笹川先輩、次回は水着会っすよ。今冬なのに。さらに脚本は原作者自らの書き下ろしオリジナル会っす。なんか連載休んでるなと思ったら裏でそんなことやってたのか。担当さんはめちゃめちゃ嫌そうな顔してたそうっすよ。なんで本当のことを言うんだよ。というわけで次回、宇崎不二雄は家族サービスしたい、老若男女が弾け飛ぶ肌色祭りに乞うご期待っす。なんて楽しくなさそうな煽り。